からくり人形は江戸時代に考案された日本で一番最初の機械仕掛けです。動力を持たない時代に歯車から歯車へと動力が伝達される仕組みは現代のロボット技術につながる機械工学の原型です。現代のからくり人形師半谷晴光氏が当時の文献に習い長い年月をかけて江戸からくり人形を見事に復刻させました。この茶運び人形はお茶を運んでお客様をもてなす人形で、茶卓の上に茶碗を乗せるとお客様の前まで歩いていき、茶碗を持ち上げると停止し、茶碗を再び茶卓の上に乗せると人形は180度回転して元の場所へ戻る仕組みになっています。からくり人形はすべて木を加工して作られており、金属のネジや釘は一切使用しておりません。また動力であるゼンマイのバネには当時はクジラのヒゲを使用するなど創意工夫を凝らし、精巧に精密に計算されたからくり技術が結集した作品です。この春駒人形は当時の高貴な身分の子供の玩具として愛用され、馬の乗り物である春駒にまたがり楽しく遊ぶ童子の姿を表しています。手綱を引いて馬の首を左右に振りながらあちらこちらへ走り回り、乗馬に戯れる姿を見事に描写し、見ている人を和ませる人形です。このからくりは涼風車という名の通り、暑い夏に一服の涼を求めた扇風機の原型です。しかしサイドの板を外すと箱の中ではカラコが大きな手漕ぎ棒につかまり一生懸命に羽を回しています。意表をついたからくりが楽しい江戸時代の粋なユーモアを感じさせるからくりです。この人形は段返り人形といい、華麗なバック回転を繰り返しながら階段を降りる仕組みです。この人形の特徴は地球の重力を緻密な計算により水銀の流体移動を重力として用いたからくり人形の最高傑作ともいえる作品です。この人形は品玉人形といい、座ったまま手品をするからくり人形です。からこが玉手箱を次々と開けるたびに中の宝物が変わる仕掛けです。当時の手品を人形技術に仕立てたユーモアのある傑作です。日本に古くから伝わるからくり人形、いかがでしたでしょうか。現代に復刻されたからくり人形は日本が誇る技術発展の歴史でもあり、からくり技術の応用が時代の進化に大きく貢献しています。